熱いから、お前らに俺が自衛隊にいた時に聞いた怖い話を聞かせてやるよ。まず幽霊とか信じていない某三層が、そういうこともあるかもしれないと考えさせられた話だそうだ。自衛隊で必要な資格を得るために、いろんなところから集まって集中的に勉強、訓練する教育隊がある。合宿免許みたいなもんだね。例として、レンジャー資格とかね。それで、某教育隊に行った人の話。自衛隊の隊舎には娯楽室ってのがあるんだけど、場所によっていろいろだけど、テレビとか漫画とか置いてあるくつろげる部屋ね。そこで各地から資格取得のために集まった隊員たちが余暇に談笑したりしていたんだ。んで、そこで情報交換も兼ねてみんなで話していたんだけど、とある一層の人だけがあんまり話に入ってこなかったんだ。訓練はそつなくこなすけど、家業外では寡黙な人だったんだ。娯楽室には入らず、いつもタコ部屋で寝転がってる感じだった。その某三層はいつも寡黙で一人でいる一層に言ったんだ。〇〇一層も娯楽室に行きませんか、話も聞きたいしって。そしたら一層は難しい顔して、お前ら何もわからんかって言ったんだ。三層は何がですかって聞き返したんだ。はっきり言って一層は教育隊の中で浮いていたんだ。自衛隊って体育会系だし、団結を大切にするところがあるし、でも階級は上だから下手なこと言えないからね。でも一層は行こうとしなかったんだ。その三層はちょっとおせっかいっていうか、和を乱すなって気持ちもあって一層を誘い続けたんだ。そしたらその一層がため息をついて三層に言ったんだ。誰にも言うなよって。 A がいるだろ。この A も階級が三層なんで面倒だから以後 A。 いますけど A が嫌いなんですか。俺なあ、あんまりこういうのを言いたくないんだけど、見えるんだよ。何がですか。 A にはな、後ろから看護婦が抱きついているんだよ。は？看護婦ですか？そう、前に娯楽室に行った時、その看護婦が A に抱きつきながら幸せそうにしてるんだよ。え？マジですか？ああ、だから気味が悪くてな。娯楽室は勘弁してくれ。そうだったんですか。わかりました。お前、信じてねえだろ。いや、そんなことないですよ。まあ、いいわ。こんなこと、A には絶対言うなよ。はい。だけど、娯楽室に戻った三層は、行っちゃったんだよ。おい、A、お前に看護婦が取り付いてるらしいぞ。え、何ですか、いきなり。他の隊員も食いついてきた。なんだよ、いきなり。どうしたんだ。そこで三層は一層との話をみんなにしたんだ。もちろんみんな本気にしていない。やったな、え、モテモテじゃないか。羨ましいな。なんてみんなで笑いの種にして話してたんだ。ちなみに、その隊舎が建つ前は、そこには病院があった。病院を壊して、その上に隊舎を建てたんで、それ系の怪談話もいろいろあったんだ。本気じゃないとはいえ、みんなにからかわれて、A もあんまりいい気分じゃなかった。A、そういうのやめてくださいよ。気持ち悪いな。みんな、はははは。は、そしたら、急に娯楽室の戸が、ものすごい勢いで開けられたんだ。
バーン。みんなびっくりして開けられたドアを見たら、そこには血相を変えた一曹が息を切らしながら立っていた。みんなポカーンとしていた。一曹。三曹、お前喋っただろ。あ、すいません。つい面白いかなと思って。でも別にいいじゃないですか。これを見ろ。そう叫びながら、一曹は着ていた T シャツを脱いで、そこにいたみんなに背中を見せた。一曹の背中一面に、ものすごいミミズバレのような跡で、お、ま、え、の、せ、い、だ、と、浮き上がっていた。こんな話を、その三曹から、俺は野営中に聞かされましたとさ。もっと、他にないの？次行こう、次。あるっちゃあるけど、これが一番印象に残ってたから、他の話はもっとしょぼいよ。自衛隊にいたの10年くらい前の話だし。前にも書いたんだけど、駐屯地には24時間経営ってのが、そこに駐屯している部隊に交代で回ってくるんだ。これはその経営の話。経営の仕事は、自衛隊駐屯地内に入ってくる人の身分を確認したり、一般人に入門許可証を出したり、時間ごとに駐屯地内を回って異常がないかチェックするんだ。弾薬庫の警備とか、各駐屯地によって違うかもしれないけれど、だいたいこんな感じ。んで、昼間は割と忙しいけど、稼業終了後は夜は途端に暇になる。もちろん夜も定時ごとに見回って決められたコースを回り、チェックポイントごとに記入していく。基本一人で。駐屯地は消灯時間ってのが規則であるし、深夜はそれはもう死因として不気味なんだ。それでだ。これも聞いた話だから本当かどうかは知らない。某駐屯地で経営中に巡回していた隊員が消えたんだ。その駐屯地では旧帝国陸軍時代からある古い木造建築も巡回コースに入っている。その建物には常に鍵がかかっていて、開かずの間になっている部屋があるんだ。そのドアの施錠の確認も経営の仕事だったんだ。補足として、チェックポイントには紙とボールペンがあって、そこに名前と階級、見回った時間を記入する。で、巡回中の隊員がいつまで経っても戻らないとなると、当然問題になる。戻ってこないんだから、他の隊員が捜索することになる。それで、他の隊員が同じ巡回コースをたどっても異常なし。だけど隊員は消えている。自衛隊もたまに脱走するやつとかいるんだけど、この件はいろいろ不可解で、自衛隊も警察に通報したらしいんだな。警察の鑑識とかも動いて結構大事になったらしい。んで、消えた隊員の足取りを追っていると分かったことがあるんだ。それはなぜか開かずの間に入ったところまでの形跡しかなかったらしい。その開かずの間に入る足跡とドアノブに消えた隊員の指紋がついていたんだ。でも出て行った跡はない。その開かずの間ってのもよく知らんけど、ただ使わないから鍵閉めてるだけで、実際に開けても普通の木造の部屋で何もない。でも消えた隊員は開かずの間のドアノブに指紋を残して消えていて、今も見つかっていない。ここでこの消えた隊員の事件は解決もせず、奇跡体験アンビリーバボーでも特集されてたけど謎のまま。終わり。もっと聞きたい自衛隊の話。面白くないかもしれないけど、まだあるよ。はっきり言ってもう怖くないけど。俺の職種は機構科の偵察だったんだ。
機甲科ってのは戦車と偵察に分かれてるんだ。自衛隊の新隊員は前期教育と後期教育があって、前期で自衛官の基本、後期でそれぞれ専門教育に分かれていくんだ。陸の場合はね。で、後期の機甲科は偵察も戦車も一緒になって戦車の方の訓練を受けるんだ。機甲科隊員は戦車、偵察隊両方できるようにね。で、偵察隊員はバイクの免許が必須なんだ。もともと二輪持ってるやつはいいとして、免許ないやつは税金で無料で取れるわけだね。それで後期教育終わって部隊に配属されてから、二輪免許ないやつは免許取るための教育隊に行くわけだ。そこで体験した話、みんな無料で免許取れていいなぁと思うかもしれないが違うんだ。その時の俺たちの新米偵察隊の任務は、教習者の免許資格を持つ自衛官による自衛隊の施設で操縦訓練をした後、民間の施設で試験を受けて習得するというものだった。それでわざわざ自衛隊が保有している教習所の近くの駐屯地まで移動して、その駐屯地の隊舎から教習所まで通うという形をとっていた。んで、俺たち新米はホームから離れて免許取るため、合宿みたいな感じで他の駐屯地に来てたんだ。その俺たちが泊まる隊舎は、年季の入った旧陸軍時代から使われている木造建築の2階にある30人部屋だった。すでにクソのような環境に慣れていたので特に疑問はなかったが、同期のリア充やりちん野郎が部屋に入った瞬間、この部屋おるわと言い出した。二段ベッドがずらりと並び、俺たちは全部で20人弱いたので、そんな窮屈でもなかった。教官は同じ建物内の別の部屋に泊まる。大部屋なので、おるわと言われても別に気にしてなかった。んで、怖い話に関係ないけど、バイク免許取るための訓練が始まった。ちなみに、機甲科隊員は、後期教育課程で全員が戦車の操縦免許を取る。指導員の免許を持つ教官によって戦車を使っての実技がある。車やバイクの免許を持っていない俺は、学科のテストの勉強もしなければならなかった。一日1000問以上の問題をやらされたし、模擬テストは95点以上の点数を取らなければならなかった。上に書いたのは大型特殊の免許を取る勉強ね。カタピラ限定がつく。無論学科試験は免許センターであるあの試験で、すでに車の免許とか持ってるやつは免除。すでに免許持ってて学科なしのやつはひたすら操縦訓練する。話それたけど、そんなわけで機甲の隊員は全員免許はあるので、バイク取得も実技だけで OK ね。んで、二輪の取得に入るんだが、これがきつかったんだ。俺にとっては。戦車ってトルクがすごいから、クラッチとかあるんだけど、ほぼオートマみたいで余裕だった。しかしバイクはそうはいかない。すぐエンストしたり、二輪なのでこける。一は戦車運転できるの？74式限定でできるよ。もっともっと。教官から怒鳴られる毎日だった。他のやつは車の免許持ってたり、免許なくともバイク好きで乗ってるやつが多いからスイスイ乗ってた。一方俺はトルクすごくてエンストしない戦車と自転車しか乗ったことがなかったから、ハンクラとか言われても感覚が全然わからなくて怒られまくった。コースのポイントごとに教官が竹刀持って立ってるんだ。ミスしたら容赦なく竹刀と罵声が飛んでくる。しかも実技試験は免許センターでの一発しかない。教官からも、デメラ、国税使って取らせてもらってんだ。落ちたら分かってんだろうな。みたいに言われて追い込まれていた。
他にも精神的、肉体的にいろいろあったけどはしょる。俺は自腹でいいから民間の学校で取らせてくださいと心底思った。反応ほぼないからホラーに関係ないことを長々書いたけど、ここから。俺はタイの中で一番操縦が下手くそで、ちょっと精神的にもそんな強くないので憂鬱だった。鬱では全然ないけどな。悩んで寝れなかったりしたんだ。夜は悶々として不安になったり、何度も寝返りを打ったりして寝つけなかった。そしたら部屋からギシッギシッと音がした。木造の床にありがちの人が歩く音ね。俺たちの泊まっている大社に便所はないので、トイレに行きたい時は外に隣接している、現代人からは想像を絶する古くて不潔なトイレ。一応掃除されているけど、か、その駐屯地の新しい大社まで行ってするしかなかった。こっちは清潔で推薦。んで、20人弱も同じ部屋にいるんだし、誰かトイレに行くのかなと思って、なんとなく目を開けた。俺たちの泊まってる室内は電灯つけなくて、部屋の外の階段周辺だけ小さい明かりがついていたんだ。過去にそこで真っ暗なまま非常招集かけた時に足踏み外して死んだ隊員がいたかららしいけどな。ちなみに新隊員の時に真っ暗闇でもフル装備に着替える訓練はやる。んで、階段の明かりで室内が見えるんだけど、誰も便所に行く気配も姿もないんだ。でも、ギー、ギーって歩く音がする。でも、建物が音出すのってよくあるだろ。空気や湿度の関係とかで。ましてや木造の古い建物だし、誰かが寝返りを打つたびにきしむ音するしな。でもさ、その音が規則正しかったんだ。寝返りはなんかじゃねえなって思ってさ、眠れなかったし、俺は二段ベッドの下の段にいたんだけど、気になって起きたんだ。ベッドから上半身だけ起こす感じで、あたりをキョロキョロ見てたんだ。その間も規則的に室内を歩く音がしてるんだけど、誰も歩いてなんかいないんだ、これが。もう完全に目覚めててさ、でも周りにいっぱい教育受けてる同期は寝てるし、廊下からの明かりで室内はぼんやり見える。けど誰も動かないし、何なんだろうってすごい集中して音のする方を伺ったよ。誰も動いてないのにさ、明らかにそこを歩いているきしみ音がするんだよね。怖くはなかったな、みんないるし。ただもう明らかにそこを人が歩いているきしみ音がしているのに何もないからさ、変な感じだった。朝になってから、ここおるわって言ったやつに話したらさ、だから言うたやん、おるって。あいつは毎晩一つ一つベッドを覗いて回ってるよって言ってたんだ。そいつは大阪出身ね。そいつが言うには見てるだけで悪さはしないって言ってたな。俺もなんとなく言っただけで誰も信じてなかったけど。それより試験に落ちた時の方がはるかに怖いし。そんなこんなでその実技訓練が1ヶ月弱くらいの期間あったんだけど、その間にメンタルの弱さか慣れない土地の水か知らんけど、俺ものすごい下痢になったんだよね。30分に1回はトイレに駆け込んで水みたいなうんこしてたんだ。それまではトイレは清潔な大社の方を使ってたんだけど、こうなったらそうも言ってられない。間に合わなくて隣接する不潔な方に駆け込んでた。どのくらい不潔かというと、ウジがうねうねしてるくらいで、なんかそのウジ殺す薬品の匂いと尿便の匂いが混ざり合った感じね。そのトイレは小便器がただの壁のくぼみの溝に流して、大便器はボットン。電気はもちろんついてなくて真っ暗で、大便の方は使用中はドアが閉まってて、使用してないとこは鍵とかじゃなく
一目見ただけでわかるようになってた。ドアは使ってないところはオープン状態になってるので一目でわかるってことね。んで、このトイレは俺たちみたいな旧軍の木造建築に泊まってる部外者しか使わないんだ。他の人はもちろん新しい大社にある清潔な水洗しか使わないから。で、深夜に腹壊しながらボロトイレに駆け込んだら、その5つある大便のドアの一番奥のドアが閉まっていた。これは俺が使用して初めてのことでちょっとびっくりした。他の人は大抵新しい水洗の方に行くし、めんどくさくてこの古い方のトイレを使っていたとしても大抵入り口側を使うんだね。当たり前だけど真っ暗だし不潔だし不気味な奥の方までわざわざ行かないから、まあいいやと下している俺は手前の大便所に飛び込んで水のようなものを尻から出していた。すると大便の奥から変な声が聞こえたんだ。ベタだけどクソするうなり声っていうのと違ってゾッとする声で、俺も雰囲気が雰囲気だからすぐケツ拭って出たんだ。もう水しか出ないから。声がする奥の大便所は相変わらず閉まっている。少しの時間だけどその閉まってる大便所のドアを見ていたら、キーってドアが開いてさ、何も見えないのにさもそこにいるような足音がしたんだ。ザッザッザッってこっち向かってくるんだ、足音だけが。そこで俺もビビりまくってダッシュで外へ出てみんなの寝てる部屋に向かったんだけど、足音もすぐ後ろについてくるんだよね。振り返っても何も見えない。足音だけが追っかけてきてさ、夢中で大社に上がって階段登って部屋に入ったら消えた。階段上がるまでは聞こえてた。しかもその階段の電気さ、危ないから規則で夜の間はつけっぱなしにしておくようにって命令されてて、教官連中も消灯前には点検して消しちゃいけないし、消えてるはずないのに消えてたりしてさ。古くて接続が悪かったのかもしれないけどさ、急いでベッドに入って入り口凝視したね。そしたらまたお決まりの大部屋の二段ベッドの間を縫う足音がギーギーって回り出すんだよ。目を凝らしても何も見えない。ただすぐそこを誰かが歩いているとしか思えない足音だけがギーギーってしてるんだ。この音は俺以外にも何人も聞いている。聞いてない奴もいるけどな。終わり。怖え。続き頼む。次、中部地方の実習演習場で演習中の話。ある幹部クラスを乗せて演習場を車で走り抜けているとき、いつもその幹部は特定の場所に外に向かって誰もいないのに敬礼していた。ドライバーの陸曹はいつも不思議に思っていたが、任務に集中しようと運転を続けていたが、やっぱり気になったので聞いてみた。なぜいつもこの場所で誰もいないのに敬礼しているのですか。訓練中にこの場所で亡くなった隊員がいつも私に敬礼してくるのだ。それ以来その陸曹もその場所を通るたびに敬礼している。経営中の話。俺のいた部隊の駐屯地はコンクリート塀に囲まれているんだが、一箇所だけ金網みたいになっている箇所がある。先輩、おい、見回り中のあそこ、墓地に面してる箇所だけ金網になってんだろ。俺、ああ、そうですね。あそこだけなんでコンクリの塀じゃなくて金網なのか知ってるか。いや、知らないですけど。実はあそこな、コンクリートで塀立てるとすぐ崩れるんだよ。え？
これまで何回もコンクリで塀立てたんだけど、あそこだけなぜか崩れるんだ。あそこ、通り道なんだってさ。例の。マジですか？ああ、あそこを歩くときは気をつけろ。気づくと塀に沿って何かが一緒に歩いているらしい。一緒に？ああ、もしあの場所を見回ってるときに金網のすぐ外を何かが歩いていたら、絶対に声を出すんじゃないぞ。次の見回り、俺の順番なんですけど、気をつけろよ。経営中の話、その2。深夜。先輩。おい、まるまる。お前らが来る前にさ、俺たちあそこの池で水路潜入の訓練やってたんだよ。ああ、駐屯地のすぐ近くにあるあの池ですか？そうそう。見回り中にも見えるだろ、あの池。はい、見えますね。でも、池で水路潜入の訓練ですか？面白そうですね。ゴムボート使ったりしてさ、結構きついんだよ。戦闘服に半長靴で泳いだりさ。うわぁ、ぐっちょぐちょになりますね。装備の手入れ大変そう。まあなぁ、そんなことよりさ、その訓練中にとんでもないものに遭遇したんだよ。え、何ですか？ドザエモンだよ。え、ドザエモン？そう、訓練中にプカプカ水死体が浮いてんのを見つけてさ。マジっすか？やばいですね。もう警察呼んで大騒ぎだったよ。あんなとこで水死体が出るなんて。うわぁ。あの時は大騒ぎでしたよね、司令。警備司令。ああ、最悪だったな。先輩、本当ですよ。死体のある池で訓練なんてマジ勘弁してほしいですよ。その死体って何なんですか？おばちゃんだってよ。おばちゃん？詳しくは知らないけど、おばちゃんの死体だったんだ。へえ。お前気をつけろよ。え？気をつけるって？警備指令。出るんだよ。え？深夜の見回り中にな、あの池の方を見ると、いるらしいんだ。いる？何がいるんですか？ばあさんだよ。ばあさんが立ってるんだ、池の上に。またまた、次は俺の見回りだからって、そんなこと言う。先輩、司令、てんてんてん。先輩、〇〇部隊のやつが見回り中に見たんだってよ。ああ、池の上にいるのを見た次の瞬間には、もう自分の後ろに立ってるらしい。見た瞬間に自分の後ろに？そう、そして振り返って目が合った瞬間。俺、ごくり。引きずり込まれるんだ、池の中に。だから深夜の見回り中は絶対池を見るなよ。いや、今までも何回か見て何ともないんですけど。本当にお前は意識して池を見ていたか？本当に後ろには誰もいなかったか？そこまで気にしてはなかったですけど。まあいい。とにかく気をつけろ。にやり。池だけは絶対に見るんじゃないぞ。絶対に振り返るなよ。やめてくださいよ。今まで普通にやってたのに、なんか変な感じになるじゃないですか。先輩、司令、にやー。だいたいこんな感じで、新人の頃はビビらされました。経営中の話、その3。見回りをしていくコースの途中にチェックポイントがあって、
そこに記入するのは前にも言ったけど、他にもやることがある。チェックポイントには有線の電話が置いてあるんだ。経営所と直通の電話が。それで紙に記入と同時に経営所に〇〇異常なしと報告をする。厳密には合言葉とかあるけど省く。経営は決められた時間ごとに交代で見回るので、だいたいどの時間にどこのポイントから連絡が来るかもうわかってるんだが、稀におかしなことが起こる。誰もそこにいるはずがないのに、経営所の電話が鳴るのだ。見回りに誰も行っていないのに電話が鳴る。機嫌に思いながら受話器を取り上げるが、何も言わない。経営所にはみんな揃っているし、消灯後に駐屯地内をうろうろする奴も、まあ、いない。怒られるしね。放っておくわけにもいかないので、経営所のジープで見に行くが、異常なし。なんだろう。終わり。どうしよう、もうホラーネタがないんだけど。まだいっぱい聞いたはずだが、忘れてしまっている。誰かネタあれば、自衛隊関係なくてもいいんでお願いします。某基地の撤去しようとすると事故が起きる一枚岩。中華航空事故の遺体を安置した某基地の武道場。誰もいないのにチャイムが鳴る某分屯基地。自衛隊はホラーに事欠かない。神奈川の厚木基地には触ってはいけない木があるね。滑走路の近くで邪魔だから二度ほど切り倒そうとしたんだけど、その度に請負業者に死者が出て、結局そのままにしてるってやつ。かなりでかい木だし、滑走路付近に一本だけあるのがそうだから、金網越しに外から見れるよ。